はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、この時期肌がベタついたり崩れやすくなったりすると思うんですけれども、崩れにくい、ベースメイクっていうのをここでご紹介していきたいと思います。化粧品、崩れない化粧品、崩れにくい化粧品っていうのは結構たくさんあるんですけれども、どういうふうにご紹介しようかなってちょっと考えてたんですね。で、一応そのデパコスとプチプラと、分けて説明させていただこうかなと思って、ここではプチプラコスメでくくって、ちょっとベースメイク、崩れにくいベースメイクをご紹介していきたいと思います。で、今、化粧水と、乳液まで仕込んでます。で、さらにもう一回この上に、化粧水をしっかりのせていきます。化粧水はこのエリクシールのエイジングケアの方のアドバンスドローションっていう、これ結構香りも良くて私結構気に入ってるんです。ツヤ玉ができます。しっかり抑えます。で、乳液もエリクシールの同じやつですね。これに、このシリーズになってから結構香りが良くなりました、エリクシール。私もずっと使ってはいなかったんですけど、エリクシールこのシリーズになってからいいなと思って使ってます。エイジング肌用なので、すごく張りが出ます。はい、はい。で、下地はですね、ラロッシュポゼの真っ白と、この間ピンクも購入をいたしました。で、今日はちょっとトーンアップするためにピンクを使っていきたいと思います。真珠粒ぐらいですね、これぐらい。まず半分を右の頬に塗ります。あとの半分を左の頬に塗ります。量分からなかったらトントントンとしてもらって大丈夫です。残りをおでこと鼻筋、口の周りに塗ります。これもちょっと UV 効果が、紫外線カットの値がね高いので、 SPF いくらだっけ、 SPF50PA4 プラスありますので、これもちょっと目の周りは避けましょう。はい、こちらの ラロッシュポゼのピンクのトーンアップ UV なんですけど、もうちょっとなんか白っぽいピンクかなと思ってたら、結構透明感のあるピンクベージュでしたので、多分ジグロ、私みたいなジグロの方も大丈夫だと思います。おそらくこんな感じでツヤも出ますので、はい。で、ファンデーションはミシャが、キルカバーのクッションファンデーションを使ってみてください。汗水に強いですし、コスパもいいですので、私はちょっとミシャの方が肌色に合ってますので、今日はミシャを使います。で、頬からトントンと、トントンって叩きながら こちら側に取ってのせていく。夏はね、そんなにファンデーションたっぷり塗らなくても大丈夫だと思う。紫外線カットね、しっかりすれば大丈夫だと思います。こんな感じでちょっと薄めにファンデーションをっていう感じ で、この生え際でバシッと終わらないように、ちょっとクイックイックイッとぼかします。外にぼかします。はい。で、私はクマとくすみがひどいので、このファンデーションを塗ってか、ある程度こう叩いてからコンシーラーとかをつけます。全然その順番でも大丈夫です。赤いところをしっかり押さえていきます。コンシーラーいきますね。ケサランパサランこれ改めて読むと読めないですね。
ずっと使ってるんです。結構有名です。皆さん結構持ってると思います。メイクアップアーティスト、ヘアメイクさんとか持ってますね。はい、これとあのザ・セムのコンシーラー、結構ねしっかりつくので、これもちょっと注意してのせないとダメなんですけども、あのコスパがいいのでぜひ持ってらっしゃるかと思うんですけど、まずこのオレンジ色の方で目のこの下の茶グマをね取っていきます。はい、でまずね、このコンシーラーブラシ、皆さんあればコンシーラーブラシを使ってください。これはちなみに NARS のコンシーラーブラシです。でこちらの商品についてるこのチップでも大丈夫ですね。この、 大きい方のチップ使ってのせて、それでちょっと一回やってみましょうか。オレンジをまず取ってトン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 ってのせます。ちょっとそうするとカバーされてると思うんですけど、はい、で筆でもいってみますね。こんな感じで茶色がなくなると思うんですけど、チューブの時よりもこっちの方がすごいの使いやすくなりましたね。薄付きになって、チューブの時は結構ねあのファンデーション感が強くて塗りましたっていう感じに結構なってたんですけど、これは結構ね薄めにつきますし調整できるのでいい感じでカバーしてくれますよ。はい、必要であればこの上ももしねくすんでいたら、寝不足とかでくすみが激しかったら上にもトントンってしてあげてください。はい、でもしオレンジ塗りすぎたなってなったら、この黄色をね上からこんな感じですトントンって足してもらったらいいんです。これかなり明るくなるんですよ。なのでちょっとのせるときは注意して足していってください。で今日はこちらのセムの 1.5 真ん中の色です。こう3色あるんですけど真ん中の色使います。ちょっとだけトーンアップしますね。目の下ここのここの三角ゾーンですね。直接つけないで一旦この手の甲に取ってからもう一回ね広くトントンと乗せていきます。トントンって時間がないかと思いますので、これこう引っ張っちゃうとね、あのせっかく乗せたものがよれてずれてしまいます、取れてしまいますので、このゴルゴ線と言われるここの線ですね、ここにももう一度足してトントンと叩いていってあげてください。はい、続きましてフェイスパウダーはエクセルです。エクセルのあのツヤのある方です。シアベージュ CP3 という方ですね。こちらを使っていきます。あの自然なツヤが出るのであのおすすめです。たっぷり取ってたっぷり取りますよ。で軽く最初軽く押さえていきます。トントンと軽くトントンとしながらパフパフっていう感じです。これはここについたお粉をまず軽くお肌の上全体に今乗せてる感じです。パパパパッと、いきなりグイッとやるとここにベチョッとついてしまいますので、軽くパタ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 っとしてください。でさらにもうちょっと取りますね。お粉もうちょっと取ってまたにぎにぎしてください。にぎにぎした状態でしっかり今度は押さえます。鼻の周り、口の周り、頬を、でもツヤは多分持続すると思いますので、おでこを、皆さん結構忘れがちなのがここです。こめかみ部分ですね。こめかみ部分が結構お粉忘れちゃってここからだんだんこう崩れてきたりしますので、はい、でまぶたもね、まぶたしっかりつけますよ。クッククッと、できるだけこうビーッとこすらないようにしてクッ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 と押さえます。眉毛もクッ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 と。で目の下肝心です。目の下ちょっとこのパフふわふわしててしっかり目の下にこう入らないので、これぐらいの筆があれば
お粉をちょっとこう取っていただいて、この蓋でなじませます。クリ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 っと、でこの状態でまぶた、下まぶたさーっと、こっちもで、アイライン引く、上まぶたもクリッとアイライン引くところもさらっとさせておきますよ、下もね。そうするとパンダ目にならなくなりますよ。ここの処理がおろそかなために、皆さんここがあのさらっとしてないために、上にのせたアイラインが下についちゃって、ファンデーション塗りたてのところに、まあ、あのアイラインが落ちる感じです。なのでここがどんどん黒く、まばたきするたびに下まぶたについてしまって、ここが黒くなっていきます。なので一度ですね、この方法で試してみてください。で以前言ったみたいにアイラインも引いてから一回ちょっと押さえて、油分を取るとにじみにくくなりますので、はい。でこの状態でですね、これ全然さらっとしてるかちょっと確認しますよ。さらっとさらっとしてますね。そしたらこのフェイスブラシ、大きいブラシでしっかりとくる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 と余計な粉をはたいていきます。くる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 、これはですね、お粉を払い切ることと、こうくるくるすることによってあのツヤを出すんですね。磨く感じです。くるくるくる、ちょっとツヤが出てきてるの分かりますかね。これをすることによってマスクとかにつきにくくなります。より崩れにくくなります。はい、この上からエリクシールの1800円か1500円かなんかそれぐらいで、結構あのリーズナブルで保湿スプレーになりますので、ちょっと離してかけてください。一回ちょっとこうどんな感じで出るかは確認します。これは結構ふわーっと細かい霧がゆっくり出てきますので、こう上に上にこう上にかける感じで、っていう感じです。大丈夫ですか？これはね、結構細かい霧なので直接吹いても大丈夫なんですけど、メーカーさんによっては結構大量に強く出る時もあるので、一回こう試しでシュッと出してみてくださいね。でですね、この状態でちょっと置いときますよ。ちょっと乾かしてから、じゃじゃん、メイクキープスプレー、これが今季とてもいいっていう風に聞いてますので、これ、あ、振ったらダメなんだった、これ間違えた、ちょっと置いときます。振ったらダメです。メイクキープスプレー、こちらですね。これが結構ツヤが出て崩れにくいっていうことなので、振ってみたいと思います。結構勢いよく出ますので、ちょっと離した状態でつけますよ。ツヤ出てますか？今ぐらいで大丈夫ですよ。シューッと振ってもらったら全然大丈夫です。完全に乾いた状態でこの上からマスクをしていただいたらいいかと思います。はい、崩れないベース作りいかがでしたでしょうか。この後デパコスの商品で崩れないメイク作りしていきたいと思いますので、またそちらもよかったらご覧ください。混ぜて使っていただいてもいいですし、それぞれ使い分けて使っていただいてもいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。